母系から推定した人類伝播のルート及び年代ミトコンドリアのハプログループ L0 から L3 がアフリカにのみ存在する一方その他の地域は M か N どちらかしか存在しない原生人類の母系のミトコンドリア DNA ハプログループ I 染色体ハプログループの拡散と人種褐色がネグロイド青色がオーストラロイド黄色がモンゴロイド桃色が 高カソイド人の移動ルートアフリカ単一起源説とは、地球上の人の祖先はアフリカで誕生し、その後世界中に伝播していったとする自然人類学の学説。遺伝子研究の裏付けもあり、現在多くの科学者が一致してこの見解を支持している。人類の共通祖先はアフリカに存在したとする仮説は19世紀では、 進化論で有名なチャールズ・ダーウィンが主張していたことで知られていた。アフリカ単一起源説と対立する説に、ジャワー原人、北京原人、ネアンデルタール人などがおよそ150万年前には、各地域で原生人類に進化していったとする多地域進化説がある。ただし、多地域進化説も時間を十分遡って人化の層200万年。 前のホモハビリスに代表される種が東アフリカで誕生したという点で意見は一致しており、この二説の相違点は、原生人類の祖先はいつアフリカから出発したかでもある。そのため両者を新しいデアフリカ説、古いデアフリカ説と呼ぶ。現在では先行したと考えられるホモエルが捨てるホモエレクトスが7万5000年前の鳥羽事変により、 始まった最終表記で絶滅し、その後にアフリカを出たホモサピエンスを現世人類の祖とする説が有力になっている。ホモサピエンスはネアンデルタール人と共に約47万年前の共通の祖先から分化したと考えられ、その後の進出の過程はハップログループの分類によって精力的に研究されている。 ただし、もはやゲノムの際はわずかであり、化石人骨から得られる外見上の際をもって種を分類しているため、以降の文化がいつ起きたのか、ユーラシア大陸各地で先人類と置き換わったのがいつであるかの単成分的な断定は、先住の求人や新人の根血のため生物学的な種としては明確にならない可能性がある。分子系統解析の進展によって、 人類は14から20万年前に共通の祖先を持つことが分かり、これはアフリカ単一起源説を強く支持するものである。ミトコンドリア DNA の分析では、現代人の共通祖先の分岐年代は14万3000年前プラスマイナス1万8000年であり、ヨーロッパ人とアジア人の共通祖先の分岐年代は7万年前プラスマイナス1万3000年であると推定され、 最も古いミトコンドリア DNA ハプログループはアフリカに偏在した。Y 染色体ハプログループの分析結果からも最も古くに分岐したハプログループ A、ハプログループ B がアフリカのみに見られることからアフリカ単位付き原説は疑いようのないものとなっている。先谷光は人類の Y 染色体、ハプログループよびミトコンドリア DNA ハプログループはデアフリカ語、 イラン付近を起点にして、南ルート、北ルート、西ルートの3ルートで拡散したとしている。すなわち、南ルートを取った集団がオーストラロイド、北ルートがモンゴロイド、西ルートがコーカソイド、必須アフリカがネグロイドということになる。京都大学人文化学研究所、国際人類学民族学会議にあたっての文化、人類学者、竹澤康子へのインタビュー。 ピーター・ラフレネル、アダプティブ・オリジンズ、エボリューションヒューマン・デベロップメント、テイラーフランシス、P90、ISBN 9780805860122、リリーブド14102011、旧約聖書の、デイエジプト記をもじって、でアフリカということも多い。DNA 人類進化学4、現代人の起源、遺伝学電子博物館、先谷みつる。 新日本人の起源弁制出版。先谷光る DNA 考古、言語の学際研究が示す新日本列島史弁制出版。ありがとうございます。